伊佐山賢治は、日本の通産官僚、実業家、元特許庁長官。2001年より、日産自動車副会長。静岡県出身。東方高校を経て、東京大学法学部、第二類卒業後の1967年に、通産省入省。貿易局貿易振興部族。1971年、ハーバード大学ケネディスクール、終了。 1981年ジェトロニューヨーク本部、産業調査員、機械情報産業局航空機武器課長、産業機械課長、大臣官房会計課長、通商政策局経済協力部長などを経て、1994年7月、通商政策局次長に。その間、米通商代表部との日米自動車交渉、日米半導体交渉にあたり、また APEC、 ワイポ日本代表。また、通称、貿易畑が長かったためか、高島明、細川久し、そして同期の中野正太からと共に主流派の通産省4人組などとマスメディアにくくられ、熊谷博通産大臣が、熊野秀明次官に、内藤正久産業政策局長の退任を迫り、その後も省内外を巻き込んだ、人事構想に発展した、騒動の課中にもあった。 1996年8月から貿易局長。1997年7月から通商政策局長。1998年6月から1999年8月まで特許庁長官。退官後は日産自動車入社。2001年から副会長。2000年から2001年までスタンフォード大学アジア太平洋リサーチセンター客員教授。 三井海上火災保険株式会社顧問、財団法人機械システム振興協会顧問、社団法人日本自動車工業会理事、社団法人国際経済政策調査会理事、財団法人日産科学振興財団評議員、財団法人新技術開発財団評議員等を歴任。現在はカーライルグループ、日本法人の会長。2015年春の序勲で、 朝日中受賞受賞。通産賞同期入賞者に、細田博之、稲川康弘、中野正隆、白川進、落合と塩などがいる。同期から時間は出ていない。ありがとうございます。